吉岡貞勝は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。稲葉山梨の家臣。稲葉国防を己お城主。稲葉吉岡氏は、南北朝以来、小山池西岸を本拠とした国人で、代々稲葉山梨に仕えたが、貞勝の代である天正元年に稲葉に進出した吉川元春により、本領を安堵された。 橋場秀吉軍との間で激しい戦いが行われた、津づらお城、天正九年、織田信長の命を受けた、橋場秀吉による鳥取城攻撃の際は、毛利氏に組みし、巨城、津づらお城によって、橋場軍を迎え撃っている。秀吉軍の津づらお城攻撃は、合計3回行われたが、さ勝は、古水が入り組んだ地形を巧みに活かしたゲリラ戦法で、いずれの時も、 秀吉軍を撃退している。特に二度目の攻撃の際は、秀吉自慢の千なり平坦の馬印を奪取するほどの対象だったと伝わるが、史実の橋場秀吉は千なり平坦の馬印を使用していないため、戦闘内容を含めて、後世の後段でしかない。その後は、秀吉軍の長が声による、兵糧攻めにあって落城する。城を出たサ勝は、秋国に赴いて、 毛利氏のもとに身を寄せるが、やがて毛利氏の元を離れ、諸国放浪の末に稲葉に戻って機能した。また、この一族から池田氏の反政時に登用された者もいたが、明治一新以後は大阪などへ移住したため、鳥取県には吉岡温泉郷などの地名は現存するが、吉岡勢は少ない。ありがとうございます。